思議な映像です。ご覧ください。爽快感あふれる空中からの映像、空中撮影空撮は今さまざまな角度から楽しめます。すごい、地上すれすれを行く、雪原を後足もつけずに木立の間をすり抜ける、バリエーションに富んだカメラアングルを実現しているのがマルチコプターと呼ばれる無線操縦の小型簡易ヘリコプターです。コントローラーを握るのは丹波市に住む前田太陽さんです。すごい、なんか UFO みたいですね。そうですね。マルチコプターにはプロペラが4枚、この4枚の羽が揺れをほとんどなくし細かい動きを可能にしています。そして底の部分に小型カメラが装着されています。子供の頃からですね、あの鳥になって、いろんな景色を眺めてみたいとか、そういう思いはありましたので。マルチコプター丹波の空に発進。貝原町の桜並木、そうなんです、八幡神社の三重の塔もこの高さ。丹波竜の発掘地点です。周囲の地形も俯瞰で見るとまた壮大に感じます。面白い。そして初冬の万州峠です。こんな高いとこ止めるんですね。丹波市はですね、あの綺麗な場所が多いので、さて次はどこに行こうかなといろんな情報もいただきながらですね、飛ばしています。自分が、そこに行きたいと思いましてもですね、なかなかあの行けなかったりしますけど、このラジコンはですね、もう本当にあの行きたいところに行けるという、はい、そういうメリットがあります。優しそう。前田さんは丹波の身近にある美しい風景をマルチコプターだからこそ迫れるさまざまな角度から映し出しています。1回のフライトで撮影できる時間はおよそ10分です。この映像をご覧ください。川を見下ろしながら後ろ向きに進んでいます。こんなことできるんだ。もっと面白いですよ。あの寄ってきてますでしょ。あ、映りましたよ。なかなか撮れないですよ。この橋の下をですね、一回くぐらしてみましょうか。何でもできるじゃないですか。はい、こうして橋の下をくぐることができるのも小さなヘリコプターと、また前田さんの優れた操縦技術があるからなんです。前田さん、最高で地上200メートルまで浮上させることができます。こうやって機体を対空させて、こんな映像も。怖い怖い怖い。前田さんは子供の頃から無線操縦のおもちゃが大好き。今でも時々こうして遊んでいます。これ本当にあの私が飛ばしてるヘリコプターと同じ操作で動きますので。ということで私も体験させていただきました。ちょっとね、あのもう一回ニュートラルを検知しますね。はい、真上に上がります。簡単そうに見えたんですが、これが結構難しいんです。下げてください。でもちょっと飛びましたよね。あの少しだったんですが、浮いた瞬間は自分が飛んだ瞬間に慣れましたよ。できるわ。実質は本格的に機材を揃えたまるで格納庫。実は前田さん本業も農薬を散布する無人ヘリコプターの操縦士です。まさに空飛ぶ人生です。その前田さんの丹波の映像が今話題を呼んでいます。こうして観光パンフレットなどに採用され、今月は初めて個展も開かれました。これまでに撮影した作品は21点、インターネットの映像なども通じて評判を呼んでいます。丹波を空からより魅力的に伝える活動です。3日間だけの個展に毎日100人以上が訪れました。地元の魅
魅力発見といいますか、改めて感じられたというのが私にとっては嬉しいことです。皆さんに感動していただけるような作品といいますかですね、作り続けたいなと思いますね。すごいテクニックもすごいですし、もうセンスもいりますしね。そうですね、前田太陽さん実名なんですけども、はい、名前に似合う、うん、いい空やヘリコプターが大好きな方で、それがお仕事になってですね、農薬散布の無人ヘリコプターを20年操縦していたので、はい、だからできる、はい、でつい3年前ぐらいにこのマルチコプターができて、はい、でもうその無人ヘリコプターに比べればもう自分が飛んでいるような、もう操縦というよりは自分が飛んでいるような感覚で、はい、そうですよね、はい、もう操縦できるということでした。もし一回なんか大阪城ぐらいから飛んできてこのスタジオ入ってきて撮ってもらったんですよね面白そう、やれるんでしょうね、きっとね、そうですね、ちゃんと肉眼で確認しながら安全面も見ながら視覚なども、はい、飛んでいるそうです。また最後に出てきたですね、雲海の映像があったと思うんですが、はい、これ竹田城跡ではありません、丹波市にある黒井城跡というところなんですが、こういう雲海が出てるところ知られてないんですね。でもこうやって前田さんが撮った映像がどんどん知れ渡って、実際今年観光客も増えたそうなんです。はい、インターネットで自分で動画を投稿しているほか、今は各自治体、県内各地からこんなものを撮ってほしいという依頼が来るようになりました。これからどんな兵庫の映像を見せてくれるのか楽しみです。